さあ、今日はですね、4日目ですね。キロさん中央公園、そして大川オアシスというですね、2箇所ですね、に、我々はですね、回ってきた感じで、よろしかったでしょうか。はい。はい。尾道を出発し、尾道ラーメンも食べずにですね、はい。何食べましたっけ？パッタイとか。タイ料理しといて。タイ料理ですね。はい。なぜって感じですけど。そしていいホテルでしたね、あそこね。いや、なんですかね、ホスピタリティが最高でしたよね。ねえ、あるこんなことみたいな。なんかいっぱい話しかけてくれてね、美味しいご飯食べて、なんかあの信じらんないぐらい辛い唐辛子が置いてあって、なんかちょっと食べてて味薄いかなみたいな思ったでしょ。で、本当にちょっとつけたさ、耳かきですくったぐらい。したらもうしばらくもの何の味もしなくなりましたからね。まあそんなところを出て、でキロさん行ったら、最初あの SR が1台置いてあっただけで人もおらず、まさかノーワームっていうね。まあでもノーワームなんか起きるわけないじゃないですか、基本的にはね。横浜から来て、でそしたらやっぱりいろんな方がいてくれてね、で後からね、トライアンフとかセロとかバンバン来てくれて、で素晴らしいなんかお話させてもらって、いい時間を過ごしましたね、あれはね。まあ、そんな素晴らしいね、時間をちょっと皆さんにも見ていただくということで、今日も、早速行ってみましょう。さあ、おはようございます。ホテル前ですね。はい。ということで、お名前聞いていいですか？あ、グッチと申します。グッチさんですね。グッチさん、愛車、かっこいいじゃないですか、これ。あります。はい。やってますね、いろいろ。ちょっと簡単にご紹介いただきたいんですけど、はい、これ、お気に入りポイントどこですか？そうです、もう、ロッシュ組仕様ですね。まあ、とにかく。完全に持ってきてますね。じゃあ、スクリーンにもついてるんですか？あ、ついてます。あ、ついてますね。ちゃんとこれが帽子も帽子もそうです。本当だ。なるほど、カッコイルついてるんじゃないですか、これ。ここそうそう、もうこれもロシュミはアクラなんで、それに合わせて、まあ、ヘルメットはノリックなんですけどね。これでも結構お値段が張ったんじゃないですか。張りました。そうですよね、張りましたけど、ちょっと頑張っちゃいました。頑張りました。アメットも高そうですね。もうそうです、はい、ノリックのもちろんロシの方は夏はロシで冬はこっちなので使い分けてる感じ。そうです。ということで、すいません、ありがとうございます。さあ、4日目初日はですね、キロさんにやってきました。すごい景色のスポットですね。ビュースポットですね。当たりですよ。当たりですね。ちょっと舐めてましたけどね。こんな感じとは思ってなかったんですけども、そこにもですね、2体のワームが来ていただいてます。いいですか、この全然大丈夫です。おしゃれワームが来てますよ。はい、ということで、ちょっとお話伺いたいんですけど、お名前から聞いちゃっていいですか。新しく紳士の仲間入りしたモヘジと言います。モヘジさん、今 何ワームですか。まだノーワームですか。まだ青青ワーム、ブルーワーム、ブルーワーム。初心者初心者ワームです、はい、というわけで来ていただいてるんですけど、いいですね、 SR じゃないですか。はい、はい、でもどれぐらい乗ってるんですか。新車で買って5年ぐらいで、まだ9000キロいかないぐらいですけど、はい、はいはいはい、北海道にいらっしゃったっていうことで、はい、北海道であんまりこう、なんていうんですかね、乗る環境じゃなかったみたいですけど、ちょっとこいつら走るのつらかったんですけど、はい、こっち来られてからは結構乗る。今年4月引っ越してきてからは、はい、通勤でも乗れるようになったんで、ほぼ毎日乗ってます。はい、じゃああっち行ってこっち行って。はい、そうですね。ああ、そういうことですね。じゃあここまだあんまり地元感ない感じですか。そうですね、一応愛媛に引っ越したんですけど、まだ今開拓中。ここも初めて来ました。あ、そんな感じですね、はい、ここなかなかいいですよね。そうですね、はい、すごい。そんなわけで、ちょっと愛車のお気に入りスポット聞いちゃってもいいですか。過不足なくどこでも行けるんで。あ、サイズ感、扱いやすいというか、サイズ感が、はい、逆に他の乗ろうとするともうちょっと足つき悪かったり重かったりで怖くなっちゃって、もう結構じゃあフィットしてる感じっていう。そうですね、これだけですね。エンジンかけるのももう楽勝ですか。あ、でもそうですね、1回なんでそんな問題ないんです、はい、なんか1回機嫌悪くなると、はい、かかんなくなって、何回蹴ってもで、そういう性格なんだねって買ったとこでは言われました。あ、こいつかもしれないですよ、もしかしたら。あんま言わない方がいいかもしれないです。まあ、あんま言わない方がいいです、はい。まあ、そんなわけでですね、はい、ピカピカの SR、はい、しかもこのブラックレンズかっこいいですね、これね。はい、お気に入りです。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そしてお名前聞いていいですか。カネチと言います。カネチさんでいいですか。はい、はい、かっこいいの乗ってますね。ありがとうございます。まだピカピカですね。そうですね、はい、どうしちゃったんですか、これは。これは今年、まあ、偶然このモデルを見つけて気に入って
買っちゃいました。買っちゃいました、はい、割と余裕ある感じですか、お財布。いやないですね。あ、そうですか。じゃあ結構頑張った感じ。そうですお気に入りポイントって聞いちゃってもいいですか。そうですね、やっぱり、はい、タンクがギラギラしてるんでいいんですけど、これ、はいはい、ライトがハロゲンなのが気に入ってますねあ、そういうことですね、はい、そういうイズムがやっぱいろいろ残ってる残ってる感じですね、はい、ちょっとヤマハと近いところがありますよね、ドライアンプね、はい、あ、そんなわけで、あとこの辺とかかっこいいですよね、この、この部品。あ、そうですね、それも気に入ってます。これ、はい、あのザ・ドライアンプって感じがして全部手かかってますもんね。なんといってもエンジンいいですよね、このモデルね。そうですね、はい、あボンネビル、はい、こんな感じになっておりますけども、他にお気に入りポイントあったりするんですか。もう全体的にやっぱり気に入ってますね。あ、もうあんまり手を加えるとこがない的な。型ばっかだからまだ出来合いですよね。そうですね、はい、まだノーマルなんでこれからいろいろとやっていく感じですか。いいですね、はい、すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。服装がかっこいいですよね。なんかみんな、みんなおしゃれですよね。なんかジャケットもすげーそうな全部ちゃんと本当だ。ますか、ちゃんとした我々そうですね、そうですねさあ、もう一方、うん、来ていただいたということで、今駆け上がって駆け上がってきましたねお名前伺ってもいいですか。ボルトセロです。ボルト、あ、どうもお世話になってますこんなところでこんなところで面白いですね、面白いっすね、リンクしましたね。なるほど、アイコンと今リンクしましたよ頭の中でなるほど、そうですか、なんか初めましてじゃない感じになってきますねそうすると、はい、ということでこれセロの側ですね。はい、はい、泣く泣く手放してこれしかないんですけど、あ、これでじゃあ今メインで走ってらっしゃるということですね、はい、というわけでちょっとなんか割とあのナンバー広島ついてますけど、どちらから来られてます。広島市です。あ、結構時間かかったんじゃないですか。3時間ぐらいですかね。そうですよねっていう感じであの来ていただいたということで、はい、駆け上がってきたということでなんかいっぱいいいシール貼ってるじゃないですか、これとか、はい、そうなんですよね、はい、はい、これとかすごく可愛いのがついてますよ、ほら、ね、これとかこれとか、もうこれ売り切れですから、はい、そうですね、もうないですからね。というわけでこのセロのお気に入りポイント聞いちゃってもいいですか。ですね、はい、まだちょっと途中なんですけど、はい、ここと、はい、ここ、はい、初代に見せてるんですよ。なるほど、確かに本当はここ黒くしてはいはいはい、はい、行きたいんですけど、はい、ちょっとまだできてなくて、ちょっとずつじゃあ今やってる感じ、そうですね、ですね。あ、じゃあ割と見た目があれなんですね。なんか今マフラーとかのこの辺とかが来るのかなと思ってたんですけど、そこはそこでいいんですけど、はい、まあ、やろうと思えばみんなするじゃないですか。確かにこことかこことかいじってちょっと初代に近づけようっていうのは多分そんなする人いないかなと思って、一回も見たことないですけどね僕もこれ今まで突っ込まれたことないんですけど、そうですよ、ただ馴染んでるからパッと見気づかないですよね。そうなんですよ、ちょっとだからあの確かにこだわりポイントと言われれば確かにそうですよね、はい、なるほど、これはちょっと新鮮な切り口ですね。確かに、はい、なんかホールホイールになっちゃった、純正っぽく全然気づかなかったですけどそんなわけで、はい、やっていただいて、まあ、ちなみにこれマフラー変わってて、あとステップですよね、これ、はい、ステップ変わってて、フェンダーレスつけて、フェンダーレスつけて、はい、ハンドガードつけて、はい、ハンドガード、本当だ、結構お金使っちゃってるんですけど、はいはいはい、はい、パフォーマンスダンパー入ってるし、めっちゃやってますね多分30万40万ぐらいは行きましたね。つけてます。結構長いですか、付き合いは。ファイナル出てすぐに買ってるんで、ああ3年4年弱ぐらいですかね。はい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 、はい、あ、そっか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 、この色、そうか、もうなんかいろいろ違ってるからなんとなくそういうことですね、はい、なんか愛が伝わってくるような、もうゆっくりゆっくり遊んで楽しんでます。ただ乗り込んでる感じもありますもんね。そうですね、2万8000手前ぐらいなんで。おー、素晴らしいですね。愛してるんですね。大好きです。大好き、もううちの子が一番可愛いですああ、そういうことですね他の見ても、はい、ああ、うちの子にはかなわないな、うちの子にはかなわないです。なるほど、ということで、すいません、ありがとうございました。ありがとうございますさあ、いかがだったでしょうか。やっぱりですね、知らない土地での、まあ、人との交流すごくいいものですね。あの、皆さんもちろんそのインターネットの世界ではもう交流済みの場合もあるんですよ。だけどやっぱりね、その人と触れ合うっていうのはすごくいいですよね。人と触れ合うために来てますし、人と触れ合いたいですよねということでですね、
次は大川ドライブインでしたっけ、大川オアシス、大川オアシスか、はい、まあ、画像見ていただくとこんな感じですね。すごいあのいい感じの場所見つけましたよ。来やすいですよね、あの橋が近いから皆さんいろんなとこから来やすいと思いますしね、ここね、まあ、あのいい場所かなと思ったんですよね。お分かりいただけたでしょうか。初のノーアームですね割と来やすい場所を選んだ感じだったんですけど、ノーアームでしたね。寂しかったですね。どんなワームとの出会いがと思って、我々伸びたり縮んだりしながら行ってましたよ、そっちに。こうやってしたらノーアームだったということで、まあ、あの何がいけなかったのか分かりませんけども、徳島とか、まあ、こんなもんなんすかね、やっぱりちょっとね勢いというかね。ということで明日一応まあ、誰も来ないノーアームをもう一回味わいにですね、朝徳島中央公園9時ですね、よろしかったですか。はい、はい、いい、まあ、行ってもう一ノーアームして我々はフェリーに乗りますんで、ということでよろしいでしょうか。はい、では皆さんごきげんよう。お願いします。